自分で自分のレベルが分からなくても自動的に最適なレベルからスタートすることができます。これから HSK を受ける方にはめちゃくちゃ役に立つアプリだと思います。無料でこのクオリティはすごいです。大家好、我是阿波蓮。皆さんこんにちは、アハレンです。今日は中国語がぐんと上達する最強の中国語学習アプリをトップ5ご紹介していきたいと思います。初級者、中級者、上級者と全てのレベルの方が使えるアプリの紹介や、番外編では実際中国に留学や旅行に行った時におすすめなアプリ、そして日本にいても中国の流行り、そしてリアルな情報がわかるようなアプリをご紹介していきますので、ぜひぜひ最後まで見てほしいと思います。また10秒間のリスニングテストもご用意しているので楽しみにしていてください。それでは一つ目はハローチャイニーズ、初心者から中級者あたりまでのレベルですね。ご存知の方も結構多いかと思うんですが、勉強を始めたばかりの方にとってすごく優秀なアプリなんです。各画面にネイティブの音声が用意されていて、録音して発音チェックするという機能もあって、画面の最初では初心者なのか経験者なのかというレベルを選んで、初心者を選択するとピンの発音から音声ありで丁寧に説明をしてくれるので、勉強がすごく進めやすいかなと思います。無料でこのクオリティはすごいと思いました。使い方もすごくシンプルで迷うことなく使えます。じゃあ簡単に中身を見てみましょう。単語確認の機能ではこのように正しい中国語を4つの選択肢から選んだり、リスニングではこの現地の中国の方が単語やフレーズを話してそれを聞いて正しい答えを選んでいきます。はい、スピーキングではマイクのボタンを押して中国語を実際に吹き込んでいきます。発音が正しいと全てが緑色になって正解で、間違っていると発音は赤色で注意するところを教えてくれます。なのでハローチャイニーズは先生と一緒に勉強してる感覚にもなりますよね。無料でこのクオリティはすごいです。2つ目はスーパーチャイニーズ、これも初級者から上級者あたりまでのレベルかなと思います。この孫悟空に似ている顔は1回は見たことあるんじゃないかなと思います。イメージとしてはハローチャイニーズのアップデートしたバージョンで、さらに幅広く自分のレベルで勉強できるものになっていて、中級者上級者にはありがたいですよね。レベルとしては1から7まであって、最初は5分間ぐらいのレベルチェックのテストを実施してくれるので、自分で自分のレベルが分からなくても自動的に最適なレベルからスタートすることができます。これも迷うことなく始められますね。レベルチェックが終わると、じゃあいよいよ勉強のスタートをしていきます。このように各テーマに合わせて勉強を進めていくんですが、テーマをクリアするには語彙本文、語彙本文で最後に小テストという段階を踏んでいきます。ここでも自分の音声を吹き込んで AI が発音そして成長をチェックしてくれるので、単語の暗記と同時にチェックできて効率よく勉強できます。そしてそれぞれの項目が完了した時にはどれぐらいできたか評価してくれるので、自分の実力が自分の実力が可視化できるのは一つのモチベーションにもつながると思います。あともう一個面白いところは、課金をすれば講師のライブ授業が受けられるんです。3つ目は HSK 公認単語トレーニング、これは初級者から上級者までのレベルですね。この HSK 公認単語トレーニングは中国政府公認の世界基準の中国語検定 HSK をベースに作られた中国語単語学習アプリです。アップデートも結構あって、2022年6月には全単語ランダムテストだったり、弱点単語ランダムテストの2パターンが追加されるようになったり、学習の進捗のリセット機能がついたりします。なので様々な HSK 関連のアプリはあると思うんですが、これは過去問を使って日本国内での版権を独占的に保有している会社が制作しているので、かなり信頼性がありますよね。また試験で出題される例文を使って HSK 合格に必要な中国語の単語をレベル別に学習できて、実際教えてきた生徒さんからも試験の時ここで覚えた単語が出てきて、そのおかげで合格できた
たとも言われました。これから HSK を受ける方にはめちゃくちゃ役に立つアプリだと思います。実は私はこのアプリが本当に大好きで、皆さんにすごくおすすめしたい理由も3つあります。1つ目は単語が例文と音読付きというところです。このアプリは単語が収録されているだけではなく、全ての単語に例文がついています。その例文にも音声がついているので、単語だけでは覚えにくい時があると思うんですよね。っていうのは、私が日本語を勉強している時に単語だけで例えば大丈夫と出されても、これは大丈夫大丈夫 OK という意味なのか、それとも大丈夫ダメの意味なのかが分からなかったので、例文があるとどういう場面でこの単語を使うのかが分かるので、すごく大事だと思っています。しかも例文に音声もついているので、音を真似して音読することで聞いて分かるためのトレーニングも行うことができます。2つ目は苦手な単語をピックアップできるというところです。単語暗記をする場合、覚えた単語だけではなく苦手な単語だけを何度も反復して覚えることが必要ですよね。で、このアプリでは苦手な単語にチェックをつけて繰り返し勉強ができるので、非常に効率よく学ぶことができます。よくあるのは本などの単語帳を使った場合に順番で覚えちゃってる方は今までいましたか？私も日本語を覚えるときはもう順番で覚えてました。それだと本当に単語覚えてるのかなと不安になると思います。そこでアプリも一緒に使うことで苦手な単語をシャッフルして再生することもできますよね。このように場所で覚えたとか順番で覚えたということを防ぐことができると思います。3つ目は様々なモードで学べるというところです。アプリの中の設定で中国語を見て日本語の意味を考える、または中国語を聞いて日本語の意味を答える、またはテストをするなど様々なモードを選ぶことができます。しっかりと使い分けることで苦手なところだけアプローチをかけて改善していけます。アプリのダウンロードと一部の単語学習は無料なんですが、全ての単語学習をするためには1級から6級、各級ごとに購入必要があります。はい、こちらですね。すごく高額というわけではないので、まずは自分のレベルに合った級を購入するといいと思います。はい、次にご紹介したい4つ目のアプリは超中国語耳ゲー、ピンインゲームで耳を鍛えようです。こちらはリスニングや発音に自信がない方におすすめします。中国語を勉強する際にリスニングができない、ドラマで何言ってるか聞き取れないとの悩みはすごく多いと思います。このアプリはピンインの音節表や似ている単語を聞き取る練習ができます。このように全部10問ずつなので、隙間時間を利用して本当にゲーム感覚でトレーニングすることができるので楽しいかなと思います。5つ目は人民日報、はい、人民日報ですね。中国のリアルな情報や最新の情報で楽しくリスニング力をぐんと鍛えたい方におすすめしたいです。これは中国共産党中央委員会の機関紙でもある人民日報のアプリです。中国国内で流れているニュースをリアルタイムで見ることができて、ニュースと言ってるぐらいなので、もちろん正しい表現が使われています。ちょっと硬い言葉もあるんですが、リスニングの市販の教材では物足りないよという方にはすごくぴったりだと思います。使い方はこのアプリの画面下にある新聞をタップすると、今現在のおすすめのニュースが掲載されているので、あとは見たいニュース、気になるニュースを探して見ていきます。人民日報のアプリは動画ニュースや生放送のニュースを見ることもできるので、文字ばかりだと疲れちゃうので、もっと気軽に中国語のニュースを楽しみたいという方は動画部分を使って聞いてみてほしいです。はい、この下のボタンで視頻、これは動画という意味ですね、が直播ライブを
タップすることで動画関連のニュースページに飛ぶことができます。またこの人民日報のアプリはニュース内容もたくさんあるんですが、ラジオ機能もめちゃくちゃ優秀です。中国語のラジオを文字付きで聞きたいという方もこのアプリはすごくおすすめです。はい、この5つのアプリの中ですでに皆さんが使っているものはありましたか？はい、全部本当にいいなと思うので自分に合うものを選んでほしいです。じゃあここからは番外編です。毎日勉強だけではなく、もっとリアルな中国を知ってもらうためにおすすめのアプリを3つご紹介していきます。1つ目は小紅書。はい、中国の EC アプリで中国の若い方を中心に広く普及しています。 EC というのは電子商取引と訳されて、インターネット上で物やサービスを売買すること全般を指しています。この小紅書のイメージとしては、インスタグラムとアマゾンが一緒になったようなアプリです。写真や動画をアップしていいねとコメントをつけたり、他のユーザーにシェアしたりはもちろんなんですが、なんとこのアプリ内で商品を購入することができるんです。初めの頃はユーザー同士で情報を交換する SNS のアプリだったんですが、その後紹介されたこの商品買いたいという声が多かったみたいで、なので EC 機能が追加されるようになったという経緯があるそうです。いや、さすが中国、やることが早いですよね。最初登録するときに自分の好きなトピックを選ぶことができます。メイク、ネイル、スキンケア、エクササイズ、ファッション、わーっといっぱいあります。このたくさんの話題があるので絶対自分の好きなジャンルに出会えます。で、私の使い方は東京で人気なご飯屋さんを探すときに使っています。例えば東京で火鍋が食べたいなっていうときにこのように検索をかけます。火鍋東京で開くと、このようにすでに行ってきた人たちの投稿が見れるので、そこで美味しそうだなと思うところに行っています。二つ目は大众点评。こちら皆さん知ってますか？中国のほとんどの人はこのアプリを使っています。よく日本でいう食べログでしょと言われるんですが、もちろん中国最大のグルメナビサイトと評価されているので、その機能もあるんですが、世界中の店舗情報と消費者によるレビューを掲載する中国最大の生活情報アプリなんです。このようにレストランだけではなく、ショッピング、エンターテインメント、サロン、クリニックなど3000万件以上の登録店舗数があります。その店舗情報やレビュー以外にもいろんな割引特典付きのチケットもついているので、これもまた人気の理由の一つですね。生活するためのお得な情報や口コミ情報が一気に何でも調べられる便利性だから、中国で使っていない人はいないというぐらいです。三つ目は搜狗输入法。これは最強中国語入力アプリです。中国語を勉強している方でまだダウンロードしてないよという方は、ぜひ今すぐダウンロードしてほしいです。私もめちゃくちゃ愛用していて、例えばピンインはなんとなく覚えているんだけど完全にはわからないなという時に、最初の子音のピンを打つと予測変換してくれます。例えば先ほどの大众点评をここで最初の子音 DZDP を入力するとこのように出てきます。常に更新もしていて、新しいネット用語や新しいドラマなどの名前もすぐに検索できます。あとはここで紹介しきれないほど面白い機能がいっぱいあるので、ぜひ見てみてほしいです。はい、皆さんいかがでしたか？全部知ってましたか？全部知ってたらさすがです。有料部分があるアプリも最初は無料で使ってみて、これがめちゃくちゃいいと思ってから課金するという形でいいと思います。ぜひ今日紹介したアプリをまずダウンロードして使ってみて、感想をぜひ聞かせてほしいです。はい、やっぱり皆さんに伝えたいのは、中国語の学習の主人公はあなただということです。いつも動画を見てくれている皆さんには絶対に中国語力を上げてほしいと思って動画を作っています。少しずつでも勉強
して中国についてもっと知って皆さんの理想とする自分に近づいてほしいです。なので皆さんには私の動画を一つ見たら中国語に触れるという習慣をつけてほしいです。例えばアプリをダウンロードしてみてもいいですし、こちらの聞き流しチャンネルでリスニングを鍛えてもいいですし、または単語帳を見てもいいので何かしら中国語に触れてみてください。これが習慣となって皆さんの中国語が伸びることを応援しています。そして今では概要欄の LINE をタップすることで7日間の無料中国語コーチング講座を受講することができます。中国語を本気で勉強して HSK や中国語検定を取りたいとか、中国語を喋れるようになりたい、でもモチベーションが続かないという方にぜひ見てほしい無料講座になっています。この7日間の講座では本質的な中国語の勉強ノウハウや学習上でのマインドセットなどを発信していて、実際に受講された方はアハレンさんの動画で中国語の勉強を開始することができましたとか、やる気がアップして中国語を勉強するきっかけにもなりましたとたくさんの感想をいただいてて、かなり人気の講座になっているのでぜひ LINE で体験してみてください。はい、そして今日もこの動画見てよかったなと思ったらいいねとコメントお待ちしています。コメントは全部見て毎週返していくようにしているので、もう本当に私の楽しみです。では最後に10秒間のリスニングテストをしていきましょう。小说的结局可以重写一遍一遍又一遍，想写几遍就写几遍，但人生不行啊。はい、じゃあいつものアハレの近況報告の時間なんですが、皆さん気づいてる方もいると思います。はい、後ろがいつもと違います。緑がいっぱいいつものはもうかわいそうなぐらいまで葉っぱが落ちてしまって、もう新しいのを買いました。はい、パキラがすごい大好きで、皆さんも好きな観葉植物あったら教えてください。好、那谢谢大家、我们下次再见吧。イメージとしてはハローチャイニーズのアップデートしたバージョン、アップデートしたバージョン、アップデートしたバージョンで5分間ぐらいのレベルチェックのテストを実施してくれるので、 CSK や中国語検定を取りたい。